こんにちは。ギークインボックスの方のチャンネルでは、ちゃんとした企画、ちゃんとした撮影、ちゃんとした編集みたいな感じでちゃんとした動画を撮ってるんですけれども、こっちのチャンネルではババって撮ってババってあげるっていうちゃんとしてない動画を作ってます。でもその分、今スピーディーに伝えたいこととか、あんまり数字が見込めないけどマニアックな人たちには伝わってほしいこととか、そんなことをお伝えしております。本日紹介したいのがブラックスモーカーのプレシジョンベースです。はい、語源なんですよ。いやね、はい。まあ、国産のブランドで、まあ、最近すごく頑張ってるところですよね。はい。でね、ブリッジがこう、5等なんですよ。で、ペグも5等です。で、裏にはこう、かっこいい感じのロゴが入ってます。で、まあ、裏通しもできるんですけど、まあ、表通しでいいでしょうって感じですね。あとはもう、至ってシンプルな、はい。まあ、綺麗に作られた、語源ベースですよね。まあ、ただ今まで意外となんかこういう風になんかこうただただこういう形を作ったというか、なんて言えばいいんでしょうね、まあ、語源のジャズベース、プレシジョンベースっていうところをこう着実にポンポンってやってきたブランドって、まあ意外となかったのかなとかちょっと思いますね。まあみんなさ、プリアンプ入れたりさ、なんかちょっと変わったパーツ使ったりするじゃないですか。まあでもすごくシンプルで、はい、まあなんか新しい選択肢で過ごして、新しい選択肢としてすごくいいなと思います。最近プロミュージアンでも使ってる人というか、はい、一回手に取ってる人多いですよね。山本蓮さんとか、モノクルの角田さんとか、はい、あと是永さんとか、はい。で、ちょっとこれ中古で入荷したので、ご紹介したいなという感じでございます。はい。そう。早速じゃあ音も聞いてみましょうね。今ちょっと原稿、まあ、プレシジョンベースらしいちょっと高めの原稿にしてるんですけど、やっぱりなんか美味しいミドルレンジがしっかり出てますよね。なんか上のレンジ感はちょっと控えめですけど、なんかすごくプレシジョンベースらしいローからミドルレンジがあって、なんかアンサンブルの中ですごくベースのポジションとして正しいところにいることができそうな感じですよね。なんかちょっとビッグな、でもなんかネック自体は薄く感じますね。なんでだろうな、なんかあのネックの端の
この指板の丸め方とかそこら辺もなんかすごく丁寧で美しいですね。塗装の質感はネックはマットなんですけど、まあ日本のブランドらしくなんかこう丁寧に塗膜が作られてるなっていう感じがします。うん、特別に厚い感じも薄い感じもあんまり感じないですね。うん、まあ、あとボディは色が可愛いですね、はい、ちょっとトーン絞ってみますね。感じがすごく詰まって、まあ、やっぱりかっこいい音になりますよね。うん、まあでもやっぱなんか日本で五島のパーツ使ってこういう風に作ったらそんな感じになるんだっていう感じがなんかここに如実に表れてるっていうか、うん、なんかすごく素直で、はい、分かりやすいいいベースだなと思いました。弾きやすいです、はい、でも今はこうちょっとセッティングがマッチョ気味なんで結構パワーがいりましたね。まあやっぱりアメリカ製の楽器と当然違いますし、まあ独特のあのユニークな良さはすごくあるんじゃないかなと思いました。ということでね、これギークンボックスの店頭にあるのでよかったら弾いてみてください。以上、バイバイ。